はい、皆さん、こんにちは、ゆきです。じゃあ今回もですね、このアッセンブル、プレイしていきたいと思っておりますので、皆さん、よろしくお願いいたします。じゃあ行っていきましょう。スタート！始める。で、今までいろんなものを修理してきたわけですけども、今回は何を修理するのかな？ん？あ、いけた。ピントを合わせて、あ、カメラ？今回カメラを修理するんだ。前回この黄色いね、なんか昔っぽい電話を直したんですけど、今回カメラ、カメラの内部も中身がどうなってるのか気になりますよね、これ。じゃあやってみましょう、ピント合わせて。もうカメラってやっぱりなんか昔でも高級品なのかな。インスタントカメラっぽくないもんね、あれは。で、チャプター5、ピント合わせて。マリア、翌日カルメンのお姉さんが来るのに備えて、私はカフェの準備を手伝う約束をした。カフェの準備を手伝う約束？それマリアがすることなの？マリア、ここに来てまだ3日目なのに。ホテルの部屋を出ようとしたとき、突然受付から電話が来た。どういうこと？受付から電話が来たの？ホテルのロビーの。どうやら泊まり客の一人が、名指しで私に頼み事があるらしい。めっちゃ噛んでますけどね、これ。名指しで私に頼み、なんでこれ読めないんだろうね。どうやら泊まり客の一人が、名指しで私に頼み事があるらしい。よし。で、これ、どんな客だろう。あ、これ。これもなんかめっちゃキャリアウーマンみたいな見た目をしてますけど。ギシギシと音を立てるエレベーターで最上階まで登って、教えられた番号の部屋に向かった。ノックすると、エレベーターがギシギシ言うの。怖すぎない？それちょっと。なんか死んでるんでしょ？それって。部品が。カメラのことはわかるかしら。お願いしたいのだけれど。この人のカメラを直すんだ。マリアすっごい有名になってるね。まだここに来て3日目なのに。目の前にいる女性は完璧だった。髪はきちんとセットされて、服にはシワ一つない。なんか、今のファッションではないけど、やっぱり昔のなんか、キャリアウーマンっぽいファッションをしてるよね、これ。ヘレナ。妹に聞いたわ。妹？修理が得意なんだって。あ、これなんかあれ。なんだっけ、カルメンだっけ。カルメンのお姉さんがこの人？いつもなら専門店に頼むところだけれど、この街じゃ。あ、やっぱカメラの修理専門店っていうのは、ここがちょっと田舎っぽいのかな？だからないのか？すると、この人がカルメンのお姉さん。やっぱりカルメンだね。これだけ似てない姉妹も珍しい。あ、でもこのお姉さんからでもお金を借りてるんだ、カルメンは。まあでも、カルメンよりはまあ、ね、ちょっと、なんか資金に余裕はあると思うけど、そんなになんか店一個のなんか借金とか賄えるほどなんかいけんのかな、そんなこと。ちょっと怖いけどね、これ。部屋に入ると素敵な一眼レフがあった。プロの写真家が憧れるようなやつだ。へえ。プロの写真家が憧れるようなやつがこの人が持ってるの。ファインダーを覗いても真っ暗なの。何も見やしない。何がおかしいのか見てもらえない。再開。じゃあやってみましょうか。ファインダーを覗いても真っ暗っていうのはよくわかんないよね、これ。だってこの時のカメラって別に、画面がね、電子の画面じゃないからね。ファインダーってこのなんか、目で覗くガラスみたいなところだよね、これ。じゃあこれも、あれか、とりあえずネジを外していくのかな？てか、あれだね、この説明書もあるね、これ。これをなんか見ながらやるのかな？まあ、とりあえず、ちょっとこのネジを外しましょうか。あ、でも結構ネジいっぱいあるね。っていうか、この、カメラのなんか見た目がかっこいいね、これ。やっぱこういうさ、なんかスマートフォンじゃないカメラってさ、もちろん画質とかもいいんだって、と思うんだけど、ビジュアルがかっこいいよね、カメラとして。あ、これなんか、上外しただけじゃ外れないから、横も外すんだね、これネジ。僕ね、こういうカメラ持ってないんだけどね、ちょっと欲しいと思いますよね、こういうなんか見た目がかっこいいからっていう理由でね、なんか映像とかが綺麗だからじゃなくて。あ、これなんか、あ、レンズ外れた。これちょっと外すつもりなかったけど。あ、てかこれなんかめっちゃ、これ鏡かな、鏡にひびが入ってる。あ、これもう外れた。高級品を修理した経験はないと思うけど、だって余計なお世話だよね。あるんじゃないの、そんなの知らないけど。てか、こいつに何がわかるんだよって感じだけどね、マリアの。で、いろいろ外していきましたけど、
ん？これも外れる。カメラってこんな風に分解できるんだ。他にもう何か外れるものないかな？やっぱこれか。これが、やっぱり壊れてる原因で、じゃこの新品のものをここに取り付けて、あ、ドライバーを使えばミラーの角度を調整できる。あ、なるほど。あ、ここにドライバーのなんか穴があるね、プラスの。これを、これか。あ、反射して、あ、なるほどね。こうやってなんか、鏡の反射を目で見てるんだ、カメラって。なるほど。これで、まあ、とりあえず角度があったのかな？あ、ちょっと。これどうやって外すんだ？この、ここを押したらドライバーが外れて、あ、パーフェクト。これでファインダーが見えるようになった。これでじゃあ、元に戻していくのかな？今までの部品を。ちょっと覚えてないな。大丈夫これで。ん？てか、このなんか電池みたいなものは何？あ、これフィルムか。電池じゃなくておそらく。そっか、昔はフィルムだもんね。じゃあ、これはまあここでしょ？で、これ、フィルムって、ここ？あ、いけたいけた。やっぱ昔のカメラだからフィルムだよね、それは。今でもね、こういうフィルムカメラってね、ちょっと人気があるみたいだけど、やっぱカメラってこんな感じになってるんだね、こう。鏡に反射した映像を目で見て、それで撮られた写真を撮るんだ。で、これでレンズもここにつけちゃって、やっぱかっこいいなんか。フォルムっていうか、なんか見た目がね。フォルムって言ったらなんか偉そうな言い方だけど。で、これネジを締めていくと。楽しいね、やっぱこういうものって。まあ、ゲームの中の世界ではあるんですけど、実際もちょっとね、こんな感じなのかな、みたいに。で、これでネジを全部締め終わったら、完成かな？どうかな？あ、いけたっぽい。あ、カメラ完成。やっぱこう修理していくのも楽しいよね。なんか今までにあんまりないゲームですけど。これでカメラをヘレンに渡しながら、内心では羨ましくてたまらなかった。私なんて使い捨てカメラなのに。そうだよね。マリオはね、なんか最初のチャプターでね、トランクケースからなんか、インスタントカメラが出てきたよね。インスタントカメラなんか現代にないけどね。初めてパリに行った時に手に入れたものよ。1958年限定版。この機種では初めて作られたの。あ、なんかしかも、ただでさえ高級品っぽいのになんかすごいプレミアっぽいあれなんだ。限定版だもんね。もうわかんないけどね、詳しくは僕は。カメラのことは。給料3ヶ月分の値段だったけど、すげえ。その価値はあったわ。給料3ヶ月分ってどれぐらいよ？この人の給料ってわかんないけど。まあ、高いんだろうね、おそらく。カルミンよりは。まあ、カルミンはそもそも借金だからね。赤字だから。ヘレナの給料3ヶ月分がいくらなのか想像もつかないけど、まあ私の手の届くような額じゃないのは確かだ。まあこうだよね。現代でもカメラ高いもんね。それが手に入れられないなんか原因になってるんだけどね。でも変だ。どうして私たちが同じホテルに泊まってるんだろう。何が変なんだろう。ここを選んだのは安いからだった。ああ。安い宿って言ったら失礼だけどね。まあでもそうだよね。ヘレナはもうちょっと高いホテルに泊まれそうだよね。それに雰囲気も明るいから。でもヘレナならもっといいところに泊まれたんじゃ。まあでもなんか最上階に泊まってるらしいですけどね、このヘレナは。ヘレナは何度か試しにシャッターを切り、満足がいくまでカメラのセッティングを調整した。楽しそうだね、でもこういうカメラで撮るの。完璧な仕事だわ。なんでこいつはいちいち上から目線なんだろうね。まあなんか、できる人かわかんないけどね。この街にもちゃんと仕事のできる人が少なくとも一人はいるっていうことにどれだけ上から目線なんだよ。もう人間じゃなくて街を上から目線で見てるじゃん。あなたみたいな人を紹介してくれるなんていつもダメダメなカルミンにしても珍しいわ。ちょっとね、ここまで来たらやばいよね、こいつも。そうだね、妹をそこまで低く見ているならなぜヘレナをわざわざやってきたんだろう。そうだね。低く見すぎだよね。何週間も連絡をよこさないくせに、やっと電話してきたと思ったらお金送ってくれたなんて。あ、それはわかる。それはね、ちょっとヘリナの気持ちもわかるね。次に私からお金を借りるときは、先にそれが時間の無駄じゃないことを証明してもらわないとね。まあ、そうだよね。そのお金がね、
プラスに働いてるのか分かんないもんね、ヘレナは。どうも雲行きが怪しい。ハリケーンヘレナの上陸にカルメンが備えていることを祈るしかない。とうとうマリアはヘレナのことをハリケーンヘレナって言い出した。まあ、なんとなく分かるけどね。じゃあこれからね、次のチャプターでヘレナとハリケーンヘレナがカルメンズというカフェにぶち当たるのかな、まあ、分かんないですけどね。じゃあ今回もこの辺にして終わりにしようかなと思っております。続いても気になりますけどね。それじゃあ皆さん、ご視聴いただいて、なんで噛んでるんだって話ですけどね。それじゃあ皆さんご視聴いただいてありがとうございました。それじゃあ皆さんまたね。バイバイ。ありがとう。